Marisa and Remu presents.最近マリサとも会えてないわねー。そうだ、手紙でも書こうかしら。マリサ、元気で過ごしていますか？今回手紙を書いたのは白霊神社の新しいデザインの件です。あなたは氏神神社みたいなシンプルで和風のデザインにしたいって言ってたけど、私はやっぱり世界遺産である国立西洋美術館みたいなモダンなデザインがいいと思うの。設計図案を同封します。勝手に進めちゃってごめんなさい、霊夢。先日の手紙は一体何なんだったのさ。あらマリサ、久しぶりね。ちょうど熊健吾氏に相談をしてたのよ。白霊神社を世界遺産にするために、登録済み物件を参考にしないとね。そういうことなら、私がもともと推してた氏神神社も、世界遺産こと京都の文化財の構成資産だぜ。その神社も世界遺産だったのね。そっちでもいい気がしてきたわ。今回はこと京都の文化財を紹介するから、他の建築も含めて参考にしてみるといいんだぜ。まずは概要から、京都府京都市宇治市、滋賀県大津市の2県3市に点在する17県の神社仏閣城から構成されている。構成資産は、1056ヘクタール、緩衝地帯は、3579ヘクタールの面積が登録されているんだ。平安時代から江戸時代までの各時代を代表する、建築、庭園様式文化的背景を現代に伝えていること。そして、日本の建築、庭園、都市計画の発展に、大きな影響を及ぼしたことが評価されて、世界遺産に登録されたんだぜ。京都という名前ではあるけど、住所では滋賀のものも含まれているのね。そのおかげで、近畿地方の全府県に、世界遺産が完備されることにつながったんだぜ。でも、京都って神社もお寺もたくさんあるでしょ。その中でどう選定されたのかしら。選定の理由は、3つの観点かららしい。世界遺産が不動産に限られているため、建造物、庭園が対象になる。国内で最高ランクに位置づけられている国宝、特別名勝を有している。遺産の敷地全域が史跡等に指定されているなど、遺産そのものの保護の状況に優れている。ストーリーによっては重要文化財クラスでも、十分に世界遺産になれるのにハードル高いわね。それでも17件もあるって恐れいるわ。次に構成資産17件の紹介。京都府ホームページに記載されている順番に説明するんだぜ。多分創建された順番だと思うんだ。まず1件目。鴨分け雷鎚神社。別名、上賀茂神社。古代山城の豪族鴨氏が、氏神の神社で、設立年代は7世紀末。平安遣都以降も、国家鎮護の神社として有力な神社だったとのこと。社殿は11世紀初頭までに現在に近い姿に整えられ、現在の本殿と権殿は、文久3年1863に増大されたもので国宝指定。他にも重要文化財が34棟、境内は史跡に指定されているんだ。雷鎚って名前がかっこいいわね。雷魔法が使えそうだもの。週に真っ盛りの中学生は修学旅行で必見だな。次、2軒目。鴨御親神社。別名、下鴨神社。鴨分け雷神社と同じ遠隔の古社で流れ作りの本殿2棟は国宝、楼門など31棟は重要文化財、境内は史跡に指定されているんだ。ここは忠須の森とか、京都三大祭りの葵祭りでも有名よね。古代の文学や祭事を見事に継承してると思うわ。本殿は、鴨分け雷神社の祖父神と母である鴨竹津海の御子と、玉より姫の御子とを祀っているんだ。上賀茂神社と合わせて二大の神様ってことね。でも同じ鴨って名前でも上下で漢字が違うのはなぜかしら。両神社を混同しないためという説があるんだぜ。神代の時代に創建されたそうだし、まさしく、鴨の実じゃなくて神の味噌汁ってところかしら。ダジャレはスルーして3軒目。行王五国寺。別名、東寺。
平安京造営に際して国家鎮護のため、都の南玄関である羅城門の東に作られたお寺なんだぜ。公認14年823に空海に与えられ、真言密教の道場となり、創建当時の伽藍配置を今に伝えているんだ。京都駅からも近いのよね。五重の塔が立ってて見つけやすいのよ。京都の景観シンボルよね。国宝の五重の塔は寛永21年1644の再建になるんだけど、現存する最大の塔としても有名だな。他にも国宝としては金堂、大師堂、蓮華門などがあって、講堂には、現存最古の密教彫刻群があり、有名なんだぜ。講堂は重要文化財でもあるんだ。日本史にも出てくる東寺百合門所という古門所も有名よ。古代、中世の大寺院運営の実態が記録されているの。2015年には世界記憶遺産にも指定されているからな。不動産、動産ともに国宝のオンパレードなんだぜ。次、4軒目。清水寺。奈良末期778年に宋、遠鎮が開山し、平安遣都間もない延暦17年798年に坂の上の田村麻呂が仏殿を建立したと、伝えられているんだぜ。田村麻呂さんは江戸平定をした征夷大将軍なのよね。どこが名字なのかわかりにくいっていつも思うわ。伽藍の中心となる国宝の本堂は寛永10年1633に再建された掛け造りの建物で、清水の舞台として有名だな。他にも30の塔などの15の銅塔が重要文化財に指定されているんだ。境内東寄りの成就院には、江戸時代初期の借景の技法を用いた、月の庭という名称指定の庭園もあるんだぜ。ここって断崖からの眺めが有名だけど、そんな素敵な名前のお庭もあったのね。何度も行ったことあるのに知らなかったわ。2007年に新世界七不思議の最終候補地にも選ばれたこともあるんだ。その七不思議って20世紀に作られたコルコバードのキリスト像が選ばれてるから、意味不なのよね。全くミステリーじゃないもの。ユネスコと関係ない一般投票だからな。まあ世界的に知名度があるってことなんだぜ。次、5軒目。延暦寺。延暦7年788年、天領大師最長が平安京の鬼門鎮護のため建立したのが始まりで、天台宗の総本山の寺院なんだぜ。あとに法然、永斎、親鸞、道元、日蓮などの日本の仏教各派の始祖となった高僧を世に送り出したことでも有名なんだ。比叡山の僧は、延仁派と延鎮派に分かれて激しく対立し、武装化した法師の中から僧兵が登場して武力が強まっていくんだ。時の権力者である白川法皇は鴨川の水、スゴロクの際、山帽子、これぞ我が心にかなわぬものと言ったそうよ。制御できないものの例えとして挙げた山帽子は延暦寺の僧兵のことらしいわ。それくらい力を持ってたのね。建築物としては寛永17年1640に再建された根本中堂が国宝指定で、他にも重要文化財である大講堂が残っていたり、当時の伽藍の状況を現代に伝えているんだぜ。境内も史跡指定されているし、織田信長の焼き討ちとかもあったけど、日本史を語る上で欠かせないお寺よね。次、6軒目。醍醐寺、真言宗醍醐派の総本山の寺院。伽藍が山上と西麓の平地とに分かれていて、山上伽藍は874年に、平地伽藍は904に整備が始められたとのこと。空海の孫弟子、李現大師正房が、醍醐山上に草庵を営んだのが始まりだそうだ。国宝の五重の塔は952年の建立で、府内最古の木造建築物なんだ。庭園が、特別史跡特別名勝の両方に指定されている三宝院も、有名なんだぜ。国宝、特別史跡、特別名勝を根拠してる数少ないお寺なのね。豊臣秀吉の醍醐の花見で有名だし、桜目当てでも行ってみたいわね。次、7軒目。仁和寺。ここは仁和4年888年に宇田天皇により完成した直眼寺。つれづれ草とかの古典にも出てくるんだ。醍醐寺もそうなんだけど、作った時の元号がお寺の名前になってたのね。皇室の住居の意味で、御室御所と呼ばれていたんだぜ。え、眞子様の旦那様が住んでるの？さすが皇室ゆかりのお寺ね。小室御所じゃなくて、御室御所だよ。
その人はアメリカで一生懸命お勉強しているはず。応仁の乱で全伽藍を焼失したんだけど、御所の紫宸殿を移築した金堂は国宝になったんだぜ。重要文化財の中門、五重の塔、観音堂はもちろん、背丈の低いお室桜も有名なんだぜ。ここの桜は本当に綺麗だから必見よ。同じ構成資産である龍安寺も近いから、一緒に回ることをおすすめするわ。次、8軒目。平等院、宇治川の西岸にあった源重信の別荘を、その夫人から藤原の道長に譲渡し、その子頼通が永正7年1052年、お寺に改めたものなんだぜ。源さんの奥様はなぜ道長にあげちゃったのかしら。もしかして男女間の不実があったんじゃないの。霊夢はヒルドラ飲みすぎなんだぜ。まあその前から宇田天皇から譲り受けたりしたそうだけどな。平安時代の貴族が作った大規模寺院は他にもあったそうなんだけど、建物、仏像、壁画、庭園まで含めて残ってるのはここだけらしい。鳳凰堂はもちろん国宝指定。浄土空間を現実させたという庭園は、史跡及び名勝に指定されているんだぜ。後追いで世界遺産になった平泉の無量光院跡は、平等院を模して作られたのよね。極楽浄土を夢見た藤原氏の権力を、思う存分堪能できるって最高ね。私もここの浄土庭園を見たら、安倍氏や麻生氏の気持ちになれるのかしら。次、9軒目。宇治神神社、宇治の脇伊良津湖、応仁天皇、仁徳天皇を祀っていて、近くに平等院ができると隣の宇治神社と合わせて、その鎮守社となったそうなんだぜ。年輪年代測定調査によると、国宝の本殿は1060年頃のものとされて、現存最古の神社建築であるそうなんだ。本殿だけでなく拝殿も、鎌倉時代の初めに建てられて、当然のように国宝指定されているんだぜ。古都京都の文化財の中では比較的知名度が低いと思われるんだけど、ここって本当に神聖な雰囲気なのよね。近くの平等院と合わせて必ず押さえておきたいスポットだわ。次、10軒目。高山寺、戸賀の山にあり、774年に改装された寺を、13世紀初頭に明恵上人が再建して高山寺と改称したんだ。神官とした境内は国の史跡に指定されており、紅葉の名所として有名なんだ。明恵上人の住居跡と言われる石水院は国宝指定で、自然と調和した見事な住宅建築なんだぜ。ここってお茶のペットボトルカバーになってた気がするわ。それはキリンビバレッジの緑茶だな。高山寺の国宝、鳥獣人物戯画が描かれていたんだぜ。そうそう、ウサギとかカエルの絵で有名よね。あれってこのお寺にあったのね。でも、なんでお茶のカバーに描かれていたのかしら。永西禅師が中国から持ち帰った茶種を、明恵上人が植えたという、日本最古の茶園の伝承があるからだと思うぜ。お茶好きならぜひとも行ってみたいわね。郊外にあるからアクセスのハードルは高そうだけど。次、11軒目。西宝寺、通称、苔寺。天平年間、729年から749年に行基により開かれたと伝え、その後1339年に無双祖籍さんが復興した禅宗寺院、黄金池を中心とした苔の庭園は特別名勝と史跡に、幕末に岩倉智美が遠征した湘南庭は重要文化財に指定されているんだ。苔に覆われた庭園が本当に素晴らしいわよね。京都といえば清水寺とか龍安寺が連想されがちだけど、ぜひ行ってみたいわ。2021年までは往復ハガキによる事前申し込みをしないと拝観できなかったんだ。今はハガキじゃなくてネット申し込みも可能とのこと。ただし、度胸と写経という宗教行事への参加が必要。事前申し込みって、一番訪問のハードルが高そうな気がしてきたわ。スティーブ・ジョブズもお忍びで訪問していたそうなんだぜ。アメリカからハガキを書いて応募してたってこと？信じられないんだけど、たまたま行った時に隣でジョブズが度胸してたら、全く集中できそうにないわね。次、12軒目。天龍寺、もともとは後嵯峨天皇の離宮だったんだけど、1339年、足利尊氏が後醍醐天皇を弔うために寺にして、無双祖籍が開山。
北条裏の庭園は史跡特別名勝に指定されていて、当時の面影を今に伝えているんだ。自然の地形を大きな築山に見立てた庭園は本当に素晴らしいわ。西宝寺に続いて、ここも無双祖籍さん。庭造りでは無双してるわね。ダジャレはともかく、禅には枯山水の完成者として名高い僧侶様だからな。現に天龍寺船っていう貿易船を派遣して、増援費を稼ぐ詳細もあったそうだぜ。宗教家商売人の才能を兼ね揃えてるって池田〇〇さんや大川〇〇さんと同じね。危険な話はスルーして次、13件目。六音寺。別称、金閣寺。西音寺家の三層を足利義満が1397年に譲り受けて、別邸北山殿に作り変えるんだけど、義満の死後、遺言をもと2420年に禅寺となったんだ。義満の法号、六音院殿から六音寺という名称になったんだぜ。足利義満は肖像画を見ても、いかにも時の権力者って感じで好きよ。観阿弥、手阿弥伏をサポートして、能の起源である猿楽の発展にも貢献したのよね。二層、三層に金箔を貼った楼閣は、室町期楼閣建築の代表的例なんだぜ。でも昭和のメンヘラ僧侶に燃やされて、国宝指定解除されたんでしょ。今の金ピカのも再建なのに世界遺産に選ばれたのね。素晴らしい地線回遊式庭園が、特別史跡、特別名勝に指定されているからな。国宝建築物は現存してないけど、庭のおかげで世界遺産なのね。これはトリビアになりそうね。次、14件目。自称寺。別称、銀閣寺。元は足利義政が文明14年、1482に東山山麓に造営した別邸で、死後に禅寺に改められたんだぜ。東山殿は西宝寺をモデルに作られ、池を囲むように国宝の観音堂、金閣、書院作りで有名な東武堂などの建物が配されて文化人のサロンとして賑わっていたんだ。サロンって、資産運用やファイヤーのお話を有料で聞いてたのかしら。それは悪質オンラインサロンなんだぜ。東山文化だから有限、わびさびについて討論してたんじゃないかな。そういえば金閣寺もだけど、銀閣寺ってのは通称なのよね。公立高校入学試験で銀閣寺って回答すると、不正解っていう事例があったそうだぜ。銀閣が張り付いてるわけでもないのに、銀閣ってあだ名になったのも不思議よね。剥がれ落ちちゃったのかしら。少なくとも2007年の科学的調査で、創建当時から銀箔が貼られてなかったのが判明したとのこと。銀が貼られなかったのは財政事情とかいろんな説があるらしい。悪女で名高い日野富子も一切資金援助なしだったそうだからな。あと、段形に盛り上げた白砂も有名よね。おっきな森塩みたいなやつ。ここのお庭も文化財保護を受けているのかしら。特別名勝、特別史跡の両方に指定されているんだぜ。国宝もあるし、醍醐寺と同じように3種類の最高名誉を根拠してるのが特徴だな。次、15件目。龍安寺。細川勝元が宝徳2年、1450年に徳大寺家の別荘を譲り受けて建立した寺なんだぜ。細川さんって応仁の乱の東軍大将でしょ。乱で真っ先に攻撃を受けそうだわ。実際、応仁2年、1468年に焼失して以降、復興と焼失を繰り返してるんだよな。だから建物はあんまり現存してないのね。どちらかといえば枯山水の庭園が有名かしら。虎の子私ってやつでしょ。北条が重要文化財指定を受けてるけど、国宝はないみたいだな。霊夢の言う通り史跡、特別名勝指定の北条庭園が世界的にも有名なんだぜ。自然を狭い空間に圧縮し、抽象化して表現する枯山水庭園の極限的な姿だそうだぜ。砂紋で波の重なりを表してるのよね。とりあえず考えた人は天才だと思うわ。次、16件目。西本願寺、浄土真宗本願寺派の本山の寺院。正式名称は幽谷山。1272年、東山に創建された後、延暦寺から迫害を受けて場所を転々としながら1591年に現在の地へ。境内は史跡指定されていて、一歩入っただけで国宝の護衛堂、阿弥陀堂に圧倒されるんだぜ。日本最古の能舞台である北能舞台、
カラモン、書院、黒書院、飛雲閣も国宝。枯山水で有名な大書院庭園、虎渓の庭は特別名勝、石水園は名勝に指定。中でも、飛雲閣は金閣銀閣と合わせて、京の三閣と呼ばれているんだ。他のお寺にはない建造物があるのが、面白いわね。桃山文化の建築ってゴージャスで眼福だわ。でも、すぐ隣にある東本願寺は世界遺産じゃないのかしら。東の方も重要文化財の建造物があるけど、国宝はないみたいだな。庭園も名勝ではあるけど、特別名勝ではないみたいだ。世界遺産へのハードルの高さを、物語る例になりそうね。東西対立の歴史は省略するけど、文化財価値では明暗が分かれた感じかしら。次、17件目。二条城。1603年に徳川幕府により、京都御所の守護と将軍上洛の時の宿泊所として造営された平木。国宝の二の丸御殿は基本的に1626年の拡張修復工事の時のもので、重要文化財の本丸は、1847年に造営された旧桂宮御殿が移築されたもの。二条城全域が史跡指定、二の丸庭園が特別名勝に指定されているんだぜ。徳川幕府における京都の拠点となったお城なのよね。幕末で15代将軍慶喜が大政奉還を行った場所でも有名よ。各部屋は目的に応じて障壁画が描かれ、欄間彫刻、飾り金具、釘隠し等が豪華に飾られた衣装が凝らされているんだ。お城の世界遺産って意外と少ないのよね。しかも御殿の内部まで江戸時代の趣が残ってるって、本当に貴重だわ。次に、世界遺産登録までの経緯。1993年10月に日本政府から推薦され、平安遣都1200年を迎えた、1994年12月にタイで開催された第18回世界遺産委員会において登録された。以上。ちょっと、いくら時間をしてるからってはしょりすぎよ。何か登録までの苦労エピソードはないの？初期に登録された世界遺産はすんなりと登録できてるからな。さすがのイコモスも京都にイチャモンつけられないわよね。各時代の国宝と特別名勝が、京都の長い歴史性をおのずと証明してくれるもの。京都市を中心に構成資産の追加登録計画があるとかないとかって話は聞くけどな。当初ユネスコの方から桂離宮を単独推薦したらって言われたって聞くけど、出典がないから真相は不明なんだぜ。確かに桂離宮は単独レベルでいけそうってくらい素晴らしいけど、宮内庁管轄で文化財保護法の対象外だから、その時点でアウトね。次に、文化遺産登録基準、6つのうち、どれが適用されたのか。今回は2と4が適用されたんだぜ。2、文化の交流の適用理由については、京都は、8世紀から17世紀にかけて、宗教及び宗教の建築及び庭園の衣装における、発展の中心であった。そのため、京都は日本の文化的伝統の形成に決定的な役割を果たし、その結果、19世紀以降には、特に庭園の分野において世界の他の地域に重大な影響を与えた。4、建築様式建築技術の適用理由については、京都に残された記念工作物に見る一群の建築及び庭園の衣装は、近代以前の日本の物質文化のこの側面における最高の表現である。ユネスコったら嬉しいこと言ってくれるじゃないの。まさしくその通りだと思うわ。でも、なんで登録基準1、人類の創造的才能を表す傑作であることが該当してないのよ。4の適用理由に、日本の物質文化の最高の表現ってあるからな。もしかしたら、日本の中での最高で、世界の中での最高ではないって考えなのかもしれないんだぜ。枯山水なんかは世界的に有名な庭園だと思ってたんだけどね。京都は日本文化の原点。それが傑作ではないって言われてるみたいに感じるわ。金閣が燃えてなかったら適用されてたかもな。それでも、登録基準1は世界遺産の花形だと思うから、適用されてて欲しかったな。38棟の国宝と8件の特別名勝が含まれてるんだし。こうなったら、最終兵器よ、桂離宮、朱学院離宮、京都御所をまとめて追加登録させるのよ。京都府様、宮内庁様、どうかお願いします。とまあ、
そんなこんなでやっと京都の世界遺産を紹介できたんだぜ。投稿初期から17件も10分程度で、どうやって収めるのかって不安だったものね。途中からコンパクトにするのは諦めたけど、世界遺産登録からもうすぐ30年、あれから文化財保護法指定の物件も変わってきているし、追加で登録できそうな寺社もありそうなんだけどな。京都市内で国宝か特別名勝に指定されてる寺社って他にもあるんだけどね。何かしらの条件が欠けてたりするのよ。史跡指定がないから文化財保護の観点で外れてたりとか。これからは新規の世界遺産を増やすのではなく、京都みたいな、シリアルノミネーション物件への追加登録を目指していくのがいいだろうな。もうあらかた日本国内だと目ぼしいところは、世界遺産登録住処暫定リスト入りしているものね。前回の奈良と違って奈良時代の縛りがないから、ストーリー性の観点ではハードル低そうなんだけど、重要文化財が国宝に、名勝が特別名勝にグレードアップすることだってあるんだし、まだまだ追加登録できそうな物件が目白押しの、こと京都の文化財に今後も注目なんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。